はい、スキーズインプレッションです。はい、ご協力いただきますので、じゃあお願いします。はい、宇佐風呂のコーデラです。よろしくお願いします。新しいバッグの方のご紹介をいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。そうですね、はい、はい、こちら3つあるんですけども、初代の大田の渋谷、はい、ダカラーラっていう柄ですね、はい、それから2代目、はい、去年やって、まあ、すぐ売れちゃったんですけども、はい、2代目私も渋谷でございます、はい、それから今年のバッグですね、はい、はい、ダカラーラ復活ですね。そうですね、色違いですね、はい、これもすごい人気出ると思います。ジミーパイクさんが書いてあるんですね。アボリジニーの方なんですね。そうですね、はい、で日の出っていうね意味があるんですね。ですからこれ太陽の日がバーッとこう昇っていくって、そういうイメージの絵です、はいはい、こちらもそうですね、ビルも同じような形で、はいはい、また柄が一個一個違う、違うっていうところがあれなんで色違いですね、これも同じように一個一個少しずつ、パターンの大きなプリントなんで、これは同じプリントなんですけども、こういう出方が違う、ね、もちろんベースの色は違うんですけどね。普段なんかあんまり日の出がないんでボーダーアップかな。これはこれでいい感じなんですよね。またそうなんですよね、なので実際にこう見届いた商品見て、あ、こういう感じなんだっていうのをまず楽しめるところもまたいいと思います、はい、そうですね、去年もすぐに売り切れてご迷惑かけたんで、今年は予約を取っていただいて、はいはい、早めに動いていただく方がいいかな。結構なくなってしまってからのお問い合わせもたくさんいただく。年々増えちゃうんですか。そうですね。新しいバッグの変更点なんですけれども、こちらと、どこが変更になったかということなんですが、バッグ若干大きくなりました。で、大きくなったって言っても全体が大きくなったわけではなくて、こちらのラケットケースが、幅が広く 15mm 幅を広げたんで、3本十分ゆっくり入ると。前は2本でしたもんね。そうですね、前3本入ったんですけど、かなり厳しい、パンパン状態ですね、ですからここの幅が広くなったということですね、まあ、これ3本、まあ、2本、あ、3本入れた、はい、3本入れた状態ですね。もう全然余裕でこちら3本入ってます。したがいまして、トータル的な幅も 15mm 広くなった。この網の部分のポケットですね、こちらが幅がこれも 15mm 広がって、でちょっとね物が入らないということもあったんで、広げてます。あとこの下のポケットですね、こちらの場合は、本当に平面なんでほとんど物が入らなかったんですね。でそれをここマチ取りまして、下の方膨らませてます。したがいまして、まあ、こういうものを入れても、まあ、余裕を持って入ると、はい、そうですね、この膨らむ分ですね、はい、あまりにもこうペタッとしてて物が入らなかったんで、そこを修正してます。まあ、細かいところで言うと、こういう引き手がオプタのオリジナルになったとか、いう部分ですね、はい、まあ、こういうところだと硬い方が意外と十分これで動かしやすいので、こういう、 こう曲がってるところはですね、こういう方が、まあ、簡単なんですね。あと結構ですね、こういうバッグってファスナーが傷むんですね。でファスナーっていうのは基本的にはまっすぐこう引かないといけないっていうふうに説明されてるんですよ。従いまして、こういうふうに曲がってるところは、こういう具合に置いて、こうできるだけこうまっすぐ動かすっていうのがファスナーの使い方なんですね。ところが重いものを入れて、多分こういうところを持ったままギュッとこう開けてしまうというようなことが通常使われて、我々の方もファスナーのその傷んでしまうということの修理がたまにあります。で今回はこちらのファスナーを少しでも強いということで、大きめのファスナーですね、はい、比べてみるとすごいわかるかな。そうですね、ま、大きい方が強いので、太くなってるんですね、こちらと同じものを使ってます。メイン機質はやはり結構ねよく使うということと、そういった歪んだも使ってもある程度大丈夫なように大きいのを使ったんですね、太いの。でそれをこちらにも、はい、
ですからこちらよりはやはり強いですね、うん、まあ基本的にはできるだけこう置いていただいて、開けていただくというのが、まあ、一番大切に使っている感じです。そういうことなんですね。でもどうしてもこうねテニスコートとか行ってすぐとか移動している時なんかに開けると持ったままついギュッて開けてしまうことって意外とありますからね。あれが一番良くないですね、はい、ですからこう置いて傷むっていうことはもうほとんど大丈夫なんですね。そういうことではなくて使い方で傷んじゃうっていうのが、はい、原因ですね。今年何色かやるんですけれどもカエルちゃんの派手な柄も作ってみようかなと、はい、いうことでかなりイメージは変わってくると思うんですけど。防水とかも、ね、全く一緒ですね、はい、防水ってすごいですね。これかなり正直ありがたいんですよね。どうしてもこう外でテニスしてちょっと天気悪い時なんか結構バッグ濡れちゃうってことがやっぱり多いので、そういう時なんかはかなり助かりますね。そうですね、スキーウェアの素材なんで、まあ中の蒸れも外へ出すということも結構ねウェアなんでそういう素材なんですけども、とにかく軽くて非常に防水性が高くて、引き裂き強度が強い、引っ張られた時に破れないということですね。ですから薄いようなんですけど非常に強いです。で私どものバッグ10年ぐらい平気で使われてます、ね、あこれこ同じ生地ですね。同じ生地を、筒に貼ってある状態です、はい、こう入れていただいて、これで美味しいです。振りですかそれそれは振りじゃあちょっと入れてみます。入れちゃって大丈夫ですよね、はい、うん、すごっ全然大丈夫ですよ、うん、これ同じ素材なんですけど、この水をですね3メートル積んでも漏らないっていう耐水圧ですね、うん、それが、はい、でしかもこれ小さい穴が開いてるんでちょっとね空気入れれないですけどもこちらから空気も通るという素材ですね。ですから非常にまあ防水はずっと永久に使えると。要するにこの白い部分に加工されてるんですね。これが裏面になるんですけども、でこれに小さなミクロの穴が開いてて空気が通る、はい、ですから、いくら表が傷んでもこの裏が剥げない限りは防水性は一切落ちません。全く締めてないですね。ちょっとこれそうですね、こういう高級な素材をラケットバッグとかあるいはカジュアルのバッグに使ってるメーカーは基本的にはない。バッグはバッグ用のカバン素材を使うということなんで、こういうウェアの素材を使ってるところはないと思います。防水性が高いので汚れもつきづらい。そうなんです。結構このブルー綺麗なんですけど、そうそう、ちょっと汚れ目立つかなと思ってちょっと実は心配したいんですけど、そういうのも全然心配がないので、うん、そういう部分でもすごい綺麗な状態が長く使えるので嬉しいですね。ポケットの方は、外側に2つ、3つですね。ここも結構深くてメッシュの、そうですね、中にメッシュで仕切りがついてナス管ですね。これまあキーとかそういうのをつけるようになってます。それからまあここメッシュのポケットがあって、下マチのついた少し大きくなったポケット、それから下にシューズ入れですね。ここはまあシューズを入れていただいて。深いですね。そうですね。あとまあ30センチぐらいでも入るだけの大きいんですよ、容量があるので。はい、中のもちろんラケットケースですね。ラケットを入れるところとこちらがメインの必須になって、物がどうしても下に溜まっちゃうので上に比較的大きなポケットを作ってます。結構便利ですね。そうですね、はい、まあ入れるところも結構いっぱいあるので使い勝手はやっぱりいいと思いますね。そうですね、ショルダーがシートベルトの素材なので非常に動きが滑らかですね。ですから通常こうきっちりしまっといて使うとき簡単にまあ使えるというところと、あと
こういうね、ちょっと、まあこれはさほど気にしないですけど、ジャケット等着て電車で行かれた時に背負われても毛玉ができない。そう、全然できない。できないですよね、うん、僕も基本的にはこう背負って使ってもだいぶ経ちますけど、全然そういうのつかないですから、ね、これやっぱりね、これちょっとサンプルで普通のやつをつけたんですね。これが通常のやつですね、うん、はい、これだとかなりついちゃいます。こう触って違いますね。全然触った時のこの滑らかな感じが違いますもんね。 それとこの動きもやっぱりね、こっちほどはスムーズに動かないですね。あとこれ背中、こちらメッシュ使っておりますんで、夏場背負った時に背中が蒸れて結構ね汗びっちゃになったりするじゃないですか。あれかなりね、あの不快なので、そういう風にならないように3層メッシュで、非常にソフトにできてるんですけど、メッシュを使ってます。で、ね、この時間で、まあ、あの S 字をつけていただいて、あとこういうところにも D 管がついてるんで、あのこちらのオータルバッグがついてる、こういう感じの、なんかかっこいいですね。あ、これ今モンベルさんのがついてますけど、まあこういう形ですね。はい、まあ小さいバッグとかもつけれますし、あの意外とね、こういうのをこうコートにつけてて、いろんなものをこうぶら下げるときにやっぱりね、ちょっとした D 管がついてると、あの使い勝手がいいので、これは何用っていうことじゃないんですけども、つけてます。はい、ということで一応、まあ、デザインこのデザートデザインのバッグで、まあ、3代目っていう形になりますけれども、はい、今回も非常に魅力的なデザインと、あとはもう機能性もどんどんこうバージョンアップしていて素晴らしいバッグだと思うんですけど、こちらちょっと発売はいつ頃になりますか。ね、今年はちょっと遅れまして5月早々には大丈夫かなと、はい、はい、思ってます。はい、間違いなくこう注目が集まり、要予約っていうか、もう多分発売になりましたの時にはないという可能性がちょっと高いかなっていうちょっと心配もありますので、ね、代々使ってる方はもちろんですし、前回ちょっと買えなかったっていう方はぜひ今回こそはですね、あのこちらの新しいラカラのデザインという形になります。そしてあとはこちらの沖田さんからのバッグの方ももちろんですけれども、検討いただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。